あーとか言うなよ。どうだ、もうなんじゃ。出ました。アルモムジカです。今日も面白い人を探していくチャンネルです。探していきましょう。公開しましょう。初期アカで課金したい子に課金させてあげるよって言ったら本当に信じてくれるかっていうのちょっとやってみようかな。すお願いします。課金したいの？めちゃくちゃしたいです。私女の子だけど大丈夫？全然大丈夫です。じゃあ今から私とディオ行って私をお守りしてくれたらお守りっぷりを見て判断するわ。わかりました。命をかけてお守りします。いいですね。では行きましょう。ちょっとメインストリート嫌です。通常行きましょう。通常。あ、すいません。はい、わかりました。はい、通常でいいんですね。通常のオデュオで行きましょう。いや、まずまあ守る前に心を通じ合わせた方がいいと思うんで服一緒にしましょう。私はこの初期アカウントがいいの。初期服がいいの。了解です。準備してもらえますか？あ、はいはいはい。ありがとうございます。はい、絶対詐欺とかしないんで。ありがとうございます。なんだこいつ、ロボットか。早くお行き。もうキルしたくて、キルしたくてもう、もうすごいことになってる。私もう、あなたはどうしてそんなユニコーンまでしょい込んで、あのなんか肝炎みたいなバイクも持ってるのにまだ課金したいの？おお、すごい金の車だ。うわ、すごい金ランボや。金ランボ懐かしい。もう怖い。あ、すごい。あ、かっこよす。ギザかっこよすござる。うーふふふ。こんなの、こんなの初めて。あなたすごくかっこいい。もうすでにもうあげたい。いやほーい。何をすればいいの？もう私今インストールした子だと思って、とりあえずあのもうはじ今初めて。できますね。あ、ええ、やばい。やばい予感。車取って逃げます。はい、ついていけばいいのね。はい。あわわわあわわわ。なんかすごい、なんかすごい動きになってるわよ。あなた大丈夫？それなんかすごいわよ。歩いてるけど速いわよ。弟は荒野行動やってるの？あ、弟も荒野行動やってますね。そこにいるの？あ、隣にいますね。じゃあ選べなさい。あなたは5000円のチュンカを手にするか、弟と兄貴で1500円ずつゲットするか。すいません、声聞こえてないんで。すいませんというのは弟に言え。すいません。それでは弟を裏切ったお前に5000円のチュンカを。いいよ。渡そう。ありがとうございます。5000円というのはどれぐらいで稼げるかわかるか。お前がもし5000円稼ごうと思ったらどれぐらい時間がかかるかわかるか。5時間ぐらいですか？まあだいたいそのぐらいです。まあ時給1000円だったら5時間だね。はい。ただ私は2日かかる。本当に言ってんですか？はい。この2日かけて稼いだ5000円をお前に託すから、はい、なんとかしてください。あ、もう紙引きしますわ。うん、そのね、一回詐欺られた悔しさを紙引きの力に変え、はい、見つけました、この、うん、はい、もう今最近も来てるんで、もうやっちゃいました。やっちゃってください。お願いします。はい、いけ。俺のチュンカコード、ありがとうございます。はい、チャージしてきますね。マジでありがとうございます。はいはいはい。とりあえずあのマントのあのガチャ引かせてもらいたいですね。アルファーディの。いいんじゃないの？ありがとうございます。
じゃあとりあえず10連で400金券のやついきます。いってらっしゃい神引き。失礼します。ウィース、いってらっしゃい。トレーニング勲章と出ました。あ、体験でした。え、なんだよ。あ、体験でした。失礼でした。え、マントの何の体験？アルファDマントの体験でした。え、体験入ってんの？あとは全部、はい、青チケット変わっちゃいましたね。えぐ。あー、体験あるんだ。わ、仲間も体験とかあるの？一回、あれ引いていいっすか、はい、あの、3月限定ガチャってやつ、一回、呪霊見てもいいですか？ハリケーンのやつね。あ、はい。うん、いいよ。弟にもポチってやらせてあげてね。あ、弟、弟引け。やったー、かわいい。いけ。どうだ、何が出る。どうだ。もうなんじゃとスプレーとスプレーとダメか。影の代理人。運営が悪い、運営が悪い。ボトムズっすね。スクショだけ取っといて。あら、もうなんじゃー。バクシー、バクシー。まあいいや、次行け。あと何金券？はい、あと553金券です、ね。おー、じゃあどうします？そこでどうします？これマントもう一回10連行かせてもらいます。おお、よし、いいの。最後。ちょっと最後締めてほしい、ね。マロカ、マント来てください。お願いします。フェイタンさんはちょっと。はい、そういうこと言うな。そういうことは言わない。あ、フェイタンさん好きなんで。ああ、なよね。どういうことや。あー、あーとか言うなよ。え？ダイヤ1800。ほそ、近い。すいません、あと153金券で全部単発で、はい、ああいいね、ガチャ引きます。よっしゃ、頼むぜ頼むぜ。今日だっていいんでしょ、神引きできるんでしょ、約束してくれたよね。はいはい、オッケー、カマン、こい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 、ダイヤ400。ダイヤはいらん、ダイヤはいらんよ。4つこの、その上げてけ上げてけ、テンション上げてけ、ガチャのテンション上げてけんだ、いけ、欲しいんだろ。ダイヤガチャのあの勲章でした。いや、オッケーオッケーオッケー、行こう、次行こう、次行こう、ラスト一発いきます。ダイヤ600。ダイヤで、ダイヤひどいな、このガチャ。このガチャひどいっすね。でも弟なんか、うん、昨日3000円でマント2枚出してました。なんで？本当にわかんないっす。俺の5000円は何なの？本当に2日分すいませんでした。いや、また2日働くからいいですよ。トレーニング勲章溜まってない？たまりました。お、専属が1回ぐらい。専属ガチャ1回引けます。よし、これだ、いきます、来い。もうこれでもうマクラーレン出しました。マクラーレンでも、あのジープのやつでも頼む。ラスト、本当にラスト来い。やば、え、かぶり物。初期服のアカウントで課金させてあげるよって広場で言ったら信じてくれるキッズはいるかっていうのを検証してしたかったんですよ、ちょっと。はいはい。そしたら俺がもう最初声出した瞬間に分かった。でもなんかよく見るんですよ、ムジカさんの動画。ありがとうございます。あ、ちょっとこれやっとがそうかなと思いました。いやー、やけにノリいいと思ったよ、なんかもう。出せって言われるぐらいノリいいな、みたいな。あれで声出してなかったら分かんなかった。多分分かんなかったっすね。ああ、そりゃそうだよね。いやー、あれ、俺じゃなかったら、ちなみに、俺じゃない やつが初期服で課金させますよって近づいてきたらどうしてた？代行じゃなかったらお願いしてましたね。ああ。いや、普通に考えたらさ、本当に怖いんで、普通に考えたら初期服の役、お前なんで課金させてやるって言ってないのに、自分に金かつかえって思います。そう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 、体験とか、あ、でもあれ体験当たったんでしょ、体験来てみて、体験。あ、了解です。まあ、かっこよくないですか。なんかこれをさ、このデザインをベースにやってるっぽくない？なんかなんか使い回しっぽいな、ちょっと似てますよね、デザイン。うん、もう手に入らないんでね。手に入んのかな、またやったら。よし、じゃあ最後に一言じゃあいただいていいですか、いつものやつ。広場でもし課金させてあげるよって人を見かけたら、はい、どうすればいいかちょっとアドバイスしてあげてください、あの全国のキッズに。まず自分に課金しろって言え。